じゃあ、えー、週休予備校です。第12回、来ました。トータルフットボール。よろしくお願いします。っちゃってんじゃん、<laughs> じゃあ早速いきましょう。トータルフットボールです。これ、ちょっとね、見てください。もう、画面ぎっしり、文字だらけです、これ。聞いたことあると思うんですけど、トータルフットボールね。で、これは、あの、造語ですね。これね、あの、フランスフットボールのね。あの、元編集長だったジャックティベルさんが言ってたんですけど。 このトータルフットボールってこれフランスのこれんですかね自分で解説読めないんですけどカルマン・レビー社っていうとこからね「トータルフットボール」って書籍が出たって言うんですねでこの書籍のタイトルがこの「トータルフットボール」なんですけどこれをある監督さんがこれ命名したってティベルさん言ってるんですけどねまあメディアが作ったっていう話もあるんですけどまあどっちが本当かよく分かんないんですけど一応そういう話があるよっていうのはお伝えしておきましょうで <laughs> チーム チームオランダ代表まあそれはそうですね。らそれはそうですねってわけにいかないですね。1974年、ドイツワールドカップ。これの時のこのオランダ代表が、このザ・トータルフットボール大名詞っていうね、言われてますけど、試作品あるプロトタイプ。これがあの、アヤックス。これは1971年から1974年、チャンピオンズカップで3連覇。チャンピオンズカップで3連覇っていうのは、これはあの、レアル・マドリードが5連覇っていうね、大記録があるんですけど、まあそれに続くこの3連覇の異様。 で当時の監督さんがこの人リヌス・スミケルス大体したを聞いたことあると思うんですけどもういりや長介みたいな顔したおじさんなんですけどこの人がなんと20世紀最優秀監督っていう FIFA が FIFA が選んじゃったんですね20世紀最優秀監督とでこの人は別にそんな態度あるわけじゃないんですけどこのトータルフットボールっていうのをこの人がまあ一応考案したんじゃねえかっていうことでこの人はまあ功績を称えられて。 なんと20世紀の最優っっちゃったっていうねただこのトータルフットボールは所詮造語ですからそもそも定義が曖昧です曖昧なんですけどこれ曖昧なところで一応なんとなく言われてるのが全員攻撃全員守備これ当時あの分業制だったんですねサッカー僕攻める人君守る人みたいなこうはっきりこう仕事が分かるてすんだ脱分業制もう全員でやろうと 攻めもも守りもでそのためにはもうポジションの流動化とかねもう誰がどこ行ってもこう仕事ができるみたいなそういう、まあ、オールラウンドの能力を持った選手たちがこう集まってこのトータルフットボールをやるっていう、まあ、そんな、まあ、コンセプトだったわけじゃないんですけどねこのオランダ代表とかアヤクサやってるサッカーを見てこういう感じだろうというふうになってこのトータルフットボールって言われるんですけどもこのミケルスが言うにはですね いやいや、トータルフットボールって俺たちの前にもあったんだ。やってたちもあるよ。ちゃんとあの、歴史があるぞ。じゃあこの、起源はどこにあんだコンビネーションフットボールって何そ,それっぽいこと書いてますけど。これいわゆるスコティッシュパッシングゲームで俺は何回かこれまでね、出てきたらと思いますけど。当時は、まあこれだいぶ、当時も何も年代書いてないからわかんないですけどねあ。1800年代後半かな。当時はですね、まだあの、 キックラッシュとかドリブルとかが主体だったんですね。で、そこにこうパスの間はどうだこのパスサッカー、パスゲームの元祖はこのスコットランドなんですね。で、コンビネーションフットボールを作ったパイオニアって言われてるのはこのクイーンズパークっていうチームです。あの、QPR っていうね、クイーンズパークレンジャーズってのはイングランドにありますけど、あれとは別です。もうスコットランド最後のクラブなんですね。で、この人は226っていうフォーメーションを導入したチームとしても知られてるんですけど、このクイーンズパークが このコンビネーションフットボール、スコティッシュパッシングゲームのパイオニアって言われてるんですね。で、それが年代、これ1872年。これがまあ FA カップでね、当時参加して、で、イングランドの強豪クラブ相手にこのコンビネーションフットボールを見せるんですね。そんでこの強豪チームと互角に戦うっていう。で、これがやがてこう、スコットランドとイングランドの力関係を少しずつこう変えていくっていう。ある時はもうこっちの方が優位に立つっていう時代が来るんですけどね。で、この、 スコットランド式パーサンドムーブ。これがですね、なんとイングランド以外の国、広がっていくんですね。イングランド。中央ヨーロッパ南米っていうね。で、この、この伝道者たちをスコッツプロフェッサーズ。スコットランド式に通じた教授たちみたいな風に言われてたんですね。で、クイーンズパーク。で、こっから、ここの、この選手たちがね、これね、ロバート・スミス・マッコールさん。 ニューキャッスルでプレーするんですね。このクイーンズパークの後。まあ、クイーンズパークで主力だったんですね。これで、この人がニューキャッスルでプレーしてるときに、このスコットランド式っていうのをこのニューキャッスルでこうインストールしてるんですね。選手なのに。で、その時のチームメイトだったのがこのピーター・マク・ウィリアムさん。で、この人はチームメイトなんですね。あ、それいいなって思ったかどうかは <laughs> まあまあ多分思ったんでしょう。で、この人が 現役を上がって指導者になってこのトッテラムの監督なんですね。トッテラム。で、このトッテラムの監督にこのクイーンズ・バックリューのこのスコットランド・シパース・ンド・ムーブをこのトッテラムでやるんです。で、その時の選手だったのはこのアーサー・ローっていう人なんですけど、で、この人はこのマークイナム弟子ですね。この弟子が今度またトッテラムの監督やるんです。これ1949年って書いてありますけどね。この時からトッテラムの監督やるんですけど、この時に このアーサー・ローがやったのがプッシュラン。あんま、あんま日本では聞いたことないですけどね。まあ、ウォールパスとかね、まあ。いわゆる壁パスです。ワン・ツー。あれを、これ通ったらもうね、先方としてこう定着させるんです。当時もこんな、あの、細かいショートパスの壁パスやるチームなんてあんまなかったんですね。で、これはいやいや、このマック・イリアムに教わったんだと、ローさん言ってるんですけどね。で、こうやって、 このスコットランド式はこう、イングランドの、まあ別にこれいあ一例ですけどね。例引っ張ってきたのは後であの都合がいいからこれ出してるんですけど。で、マックイリアムの弟子はこのアーサーローだけじゃないんです。このマックイリアムにスコットランド式のスタイルを教わってまた別のクラブに広める人が出てくるんですけどね。今度中央ヨーロッパ見てください。まあ中央ヨーロッパってあんまりね、ピンとこないかもしれないですけど、 このジミー・ホーガン。なんですかね、マスターヨーダみたいな人です、この人。この人が、この中央ヨーロッパに、このスコットランド式、スコティッシュパシンゲーム、コンビネーションフットボールを、このオーストリアとハンガリーにインストールしてるんです、これ。で、このオーストリアとハンガリーにこの人がインストールしたおかげで、とんでもないチームが後に生まれてくるっていうことなんです。ホーガンさんはね、いろんな国々行ってるんですけどね、イングランド離れて。で、イングランドでも監督やってるんですけど、あんまり成功しなかった。 まあ何しろあのイングランドイングランドスタイルですから、キックアンドラッシュ。えそんなパスなのとかコンビネーションとかテクニックとかいいよくねそんなのっていうふうに言われちゃうんですね。だけどこの中央ヨーロッパでは、あ、それいいなって,言ってこう選手がこう、これをやっていくんですね。ちょろっとどっかで触れたかもしれないですけどね。このダニュービアンスクールってね。まあこれダニュービアンっていうのはダニューブっていうのはの前も話したと思うんですけど、英語でドナウが。で、日本ではドナウって言いますけどね。あれ、あれドイツ語です。で、ドナウ派のサッカーなんですけどね。 当時、このドナウガをこう、関係してくるこういう国々のスタイルをこのダニュービアンスクールです。これがだからスコットランド式のパーサンドブームなんですけど、そこにまあ、ホーガンさんがまあ、いろいろ、ちょっと色をつけてね、出てきたのはこのダニュービアンスクール。で、あとね、これ、当時ね、オーストリアとハンガリーって、このホーガンさんが行ったのは1912年ぐらいかな。当時はね、オーストリア、ハンガリー帝国ってこれ、一個の国でした。で、そこにね、多分ね、 多分ねって歴史なのに多分もないんですけど <laughs>、あの、記憶だと多分チェコとかもね、多分そこに入ってたんじゃないかな。これ、こんな適当なこと大丈夫かな。まあ、何にしろこれね、国だったの一個の。その時に、この、ウィーンにね、スクール立ち上げるんです。ホーガンさん。で、その時の選手たちがやがて育ち、まあ、スーパーチームがこう生まれてくるんですけど、で、14年にね、オーストラリアのウィーンに行った12年後の14年に、第一次世界大戦始まっちゃうんですね。 オーストラリアとイングランドってもう敵対してましたからこれウィンでいらんないと。で、ホーガンさん一回なんかどっかに捨てられてなんか捕まっちゃうんですけど、その時にあの後で出てくる人に助け、助けてもらってですね。で、このハンガリーのブタペストに逃れるんです。まあ、当時ハンガリーのブタペストの方がまだ外国人寛容だったんですね。そんでこれを、このスタイルをまあ根付かしてだからオーストラリアとハンガリーが、まあ当時のその、やがてね、 ヨーロッパでとんでもない強いチームを作っていくっていうその礎を築いたのがこのジミー・ホーガンさんなんですでこのホーガンさんはイングランド人なんですけど自分が現役の頃監督さんだった人がこのスコットランド式のサッカーをこうやってたんですねでそれでホーガンさんの感銘を受けてやっぱテクニックだろうとやっぱコンビネーションだろうでそれでちょっとイングランド式とはちょっと異質なスコットランド式をそれぞれの国にこうやってこう持ち込んでいくんですけど 僕ら子供の頃、コンチネンタルスタイルとか言われてたんです。だから。それイングランド、島国のイングランドに対して、ヨーロッパ大陸ね。こっちの方はコンチネンタルスタイルっていうのも大体このパーサンドムーブのフットボールって。で、その一番ホットゾーンだったのはこの、この中央ヨーロッパだったっていうことですね。まあ当時、オーストリア、ハンガリー、チャコスロバキアっていうのめちゃめちゃ強かったんです、当時。だけど、天敵がいたんです。天敵があの、イタリア。あの、メトードってまあやりましたね。あれ、どこでやったか覚えてないですけど、あの、システム論かな。 あの時、メトウォードってあの、ビットレポッツォっていうね、あの、イタリアワールドカップで連覇した時の監督さんですけど、あの監督さんがこの、この天敵になっちゃうんです。このオーストリアとかね。まあまあそういうことです。で、やがてこのオーストリアとかハンガリーがこのイングランド代表チームにもいい勝負するんです。合格の勝負。で、今度はこの南米です。で、南米は、まあもちろんイギリス人は使えて、されてるんですけどね、サッカーは。ただ、リプトンカップっていうのはなんかね、ラプラザ側周辺でなんかよく大会開いてて、まあアルゼンチンとか、 ウルガイのあのラプランタガーってでかい川ありますね。でそれがこのスコットランド式のチームもともちろんいてあっちの方がよくねって言ってこう広まっていくっていうだいぶ大雑把な説明ですけどそうやって南米はイングランド式よりもこのスコットランド式にこう馴染んでいくっていう大事なんですだからこのクイーンズパーク。まあ言ってみればこれバルセロナの遠い祖先、ご先,先祖さんですね。このパスム。でこのコンビネーションフットボールっていうのが、まあ、トータルフットやがてトータルフットボールになっていく。 まあ、フットボール,タルトータルフットボール前史みたいなね、感じなんですけど。じゃあ、具体的に、じゃあ、この、ここからどういうチームが生まれたかっていうのは、はい、こちらです。で、これが、さっき言ったこ、1930年代。このジミー・ホーガンが、このウィーンで開いたスクール。1912年にね、開いたスクール。そこからこう、育ってきたような選手たちが、このブッダーチームをこう、もう、白くなっていくるんですね。だかオーストリア代表なんですけど。 で、これが当時めちゃめちゃ強かった。だってブンダーチームってまだに、まあでもあんま聞いたことないですかね。<laughs> まあ前も話したと思うんですけど、これブンダーってね、ドイツ語で驚きとか奇跡みたいな意味ですけどね。で、このブンダーチームがやってたコンビネーションフットボールっていうのはこれです。で、監督さんが、フーゴ・マイセル。この人ユダヤ人なんですけどね。この人も前話したかな。この人もこう重要人物です。このおじさんが、このオーストリアでは、 ものすごく力を持ってて後のだからユーロとかチャンピオンズカップとかの直接の前身じゃないんですけど対抗戦みたいなのをこう作るんですよミトロパカップってこれ中央ヨーロッパの国々と代表戦あるあとクラブの戦いっていうのをこう開催するんですでそこでどんどんこうお互いにこう交流戦を,をやりながら力をつけていくんですけどねでこのマイスが監督になるんですけどねこの30年代でこの人はこのホーガンをそもそもオーストラリア連れてきた人うんですね で砲ン仕込みのこのダイニビアンスタイルっていうのがこのブンダーシームの角になってます。中央突破のコンビネーションなんですけどね。でそれがこれなんですけどもう,もう小学生の、ね、みたいになってるんでもう,もうわけわかんないと思うんですけど、まあ、前もねこれ話したホールスナインのとこで話したのかな。これマティア・シンデラは悲劇のヒーローですけどね。この人がまあ元祖ホールスナインっていうねヨーロッパの。でこの人がこう、まあ、この辺にこう落ちてきて。 で、残りのこの前の、残りの4人の選手が、どんどんこの空いたスペースに入っていって点を取るっていう、そういう中央突破のコンビネーションをこう作っています。これがもうまさにホーガンの教えなんですね。ポジションを流動化させるっていうね。で、スペースを作るのはこの人ですね。で、この人はスペースを作り、他の選手たちが空いたところに入っていくっていう。これを、まあ、作って、もブンダーチは、もう伝説になっているんですけどね。で、この、 あと第二次世界大戦ですもうサッカーなんかやってる場合じゃなくなっちゃいましたねでも、まあ、ヨーロッパとねアメリカ日本はね第二次世界大戦に参戦しますけどいやいや俺たち関係ねえしっていうところもあったんですね世界にはもちろんはいそれがこの1940年代南米ですでこの40年代にもしワールドカップがあったらもうアルゼンチンとかもうぶっちぎり優勝してたかもしれないって言われてるラ・マキナ聞いたことある人いるかもしれないですよね英語で言ったらザ・マシーン これがリーベルプレートですね。この1940年代これも伝説のチームです、これ。もうマラドーナとかもね。いや、ラ・マキナと比べられたら、みたいなのをよく言ってましたけど。これもですね、強烈なアタックラインですね。まあ、当時、まあ、2、3、5なんですけどね。この5人。こムニオス。右、ムニオス。インサイド、モレノ、で、ペデルネラ、ラブルナ、ロサウってこ、これ有名なこの5人なんですけどね。ただ、5人が一緒にプレイしたのはあんま多くないんです。18試合ぐらいしかないんですけど。 まあただこれがもう伝説の5人五人です。で、これもなぜかですよ。なぜかわかりませんが、ここペデルネラがこうファルスを、これ元祖ファルスを縫えです。で、この人がこう中盤から引いてきて、あ、トップから引いてきて、空いたところにこの人たちが入っています。で、一番点灯したのはこのインサイド、うん、レフトのラブルナ。この人は一番点取ってんですね、こんな。まあ今で言ったら何ですか、これ。これセンターフォワードでこれウィングですよ。で、これ、 まあ、いわゆる今のインサイドハーフみたいなもんですから。こ左のインサイドハーフは一番点タしたみたいなことですね。まあ、当時はインサイドフォワードだから、まあね、今とは比べられないですけどね。で、この人が、じゃんじゃん上がっていくと。で、こっち、ウィングももう中に入っていくっていうね。まあ、とにかくこれもポジションチェンジが凄まじいっていう。もう自由にここ攻めてたっていうね。で、監督が当時、レナト・チェザリーに行ってね。この人はでも新米監督なんですこれやったらどうだってアイデア出したのは仕掛け人がちゃんといたんです。この人はカルロス・ペウチェレっていう人、ね。 この人も晩年でしたね。これラ・マキナが開始するときにちょうど引退するんですけど、この人がこうやったらどうだって言って、こう、裏で手を引いたこう仕掛けになんです、この人。でうペイチェレがよ,よく言ってたのが、俺たちの方面者は235じゃないと。110だ。まあ、要するにキーパー以外はも一緒だと。10。もうみんなポジションなんかないと。まあ、それぐらいみんなでもう攻めまくった。 っていうふうに、まあ、言いたかったんでしょうけどね。で、このラ・マキナが40年代のまあ40年多分7年ぐらいまでって言われてます。で、このラ・マキナの一番最後の年にこのペデルナがいなくなるんですけどね。で、代わりにこのペデルナの代わりに入ってきたのがあのアルフレッド・ディ・ステファノってね。で、このおさまさんも同じようにこのパルソン・ネイの仕事をこうペデルナの後やるんですけどね。まあ、シンデレラとのもう別にシミュレー合わせたわけじゃないんですけどね。 似たようなコンビネーションフットボールをこれやってたっていう。でもこのチームはね、ワールドカップもなかったですし、あんまりこう、ね、ヨーロッパであんまりこう伝われなかったっていうね、ちょっと悲しい仕組みもありましたけども。で、この後、ちょうど第二世界大戦終わった後です。後に、このブンダーチームの後を継ぐこのトータルフットボールのね、新しいスーパーチームが生まれてきます。それが、はい、この50年代。 ママジジック・ャールこれも何回も出てきたと思うんですけどね実際にはマイティマジャールとかねでマジックじゃないマジカルマジャールとかねあとゴールデンティームって言われてるんですけどねまあこれはスーパーチームはこれハンガリー代表ですでこれもさっき言ったこのジミー・ホーガンこの人がハンガリーにこのウエスケーターズが、ま、脈き脈とこう面々とこうねこう伝統がこう受け継がれていくんですけどねでこれをやったのはこのこれです ブンダーチームでよく似てるんですね。この秀デこの人もフォルスナインですね。フォルスナイン、まあまあ広く広めた人ですけどね、ヒデグチさん。これポジショナルスイッチです。この秀デが下がる。で、このインサイドライフとドライドのプスカシコチ。この二人が出ていくと。空いたスペースに。 でこのまあまあ、ウィンガーはまあ縦にね行って、まあ、中に入ることはあんまなかったですけどねとにかくこの中央突破のコンビネーションはまさにこのブンダーチームのやつと同じような形なんですねでこのプスカシャすごい選手でしたも十10番つけたもう50年代の言ってみればマラドーナみたいな人ですねでコッシュもそうですこの人はジャンジャン点取ってましたむしろヒデグチよりこの2人の方も点取ってましたからねでこれもショートパスのいわゆるコンビネーションフットボールでこれも砲丸 法案仕込みのこのブンダーチームと同じ流れがこのマジックマジュアルでも受け継がれていくと。で、これをどん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 この元を辿っていくと、このクイーンズパークに行き着くっていう話なんですけどね。で、当時の監督さんもグッサフ・セベシュ。これも前も話してと思うんですけどね。このハンガリーのこのサッカーについて言及している有名な本があるんです。この1955年に発行されたこのサッカー革命。 サッカーーレボリューションっていうねこれ書籍が出るんですですこの書籍書いた人がこのビリー・マイス実はこのフーゴー・マイスのこの弟なんですね実はでこの弟がこのサッカー革命って本出すんですけどそこで書いてる中でこのハンガリーのマジック・マジャールのこのコンビネーション・フットボールについて言及したのがこの「ザ・ワール」ってね「旋回」って汚い字で書いてますけどこれがいわゆる渦巻きっていう意味ですね日本語で言うとね このポジションチェンジもう渦巻きみたいだと、まあ、言ってみればこういうことですねこれわかりますこれ <laughs> 渦巻きだと旋回旋回のフットボール、まあ、これがこのサッカー革命って出てくるんですけど、まあ、他にもいろいろあるんですよいやテクニックとか相互理解であるとかポジショニングだとかスピードとかいろ、まあ、んな要素がこれからの未来のサッカーを形作る。 まあ、よ一種の予言書みたいな本なんですけどねこのサッカー革命っていうのは。でそこで予言書の中でこの「ザ・ワール」っていうのをねこの人出すんですけどね。で当時のハンガリーの教会の会長でこの人があの、まあ、この素晴らしいチームをね作って、まあ、これここ書いてないんですけどね1953年11月25日これはもうあのサッカーファンには覚えておきたい年号なんですけどね。それががこのインングランド代表が初めてホームで 外国のチームに負けるっていうで初めてこのイングランドを代表をウェンブリーで任したのはこのマジックマジアですねでこの時になんとこのウェンブリーのスタジオの貴賓席に71歳のホーガンを見てたんですねその目の前でこのハンガリーがこうイングランドに勝つんですねでそれを見てた当時のハンガリー協会会長がみんなホーガンが教えてくれたという言葉を残してるんですけどね このザ・ウィール、渦巻き。このトータルフットボールのね、原型と言われる。これ,これをまあ教えてくれたのは、ホーガンだと。だからホーガンさんはこの2つのこのスーパーチームに絡んでたっていう。で、これやがてこのマジックマジュアルをひなにして、トータルフットボールが生まれていくんですけど、それがこのミケルさんだということなんです。でね、なぜかね、話どんどん出てきいますけどね、これ、このチームもね、 1934年、ワールドカップ。優勝できなかったんですね。で、このマジックマジャール、1954年、ちょうどここから20年後です。20年後、決勝で負けちゃいます、西ドイツでね。なぜか勝てなかったんですね。これ20年おきに。で、この54年から20年後、このオランダなんですね。 で、またこれ1 0年後のスーパーチームなのに、また勝てない。決勝で負けちゃうっていう。決勝で負けちゃうんだけど、このブンダーチームもマジックマジャルもオランダ表も、このトータルフットボールとしてね、こう、後々までこう、つながっていって。これが現代フットボールのね、大事な大事な柱になっていくわけですから。不思議なもんですけどね。そういう歴史的な流れがあるよっていうのは一応抑えた上で、 いいよいよこのこっちの本ちゃんのね解説を次にもう13回でまあ本当は14回ぐらいがちょうどよかったですかね。<laughs> ありがとうございました。